えっと、私は向井徹と言います、えっと、水産学部の学科でいうと海洋資源科学科で、えー、海洋計測学講座の中の音響グループというところで所属しています。ありがとうございます、えー。具体的に先生はどのような研究を行ってらっしゃるのか、教えてください、はいえー、っと海の中を見るですね、見ると言っても音を使って見る。 であの海の中っていうのは、えー、まあ電波があまり届かないので、えー、自然的にこう音波を使うことになります。まあ、クジラとかイルカなんかもまあ音波を使っていろんなコミュニケーションを図ったりしていますねで。そういう音波を使って、えー、海のまあ有用な資源、えー、魚とかプランクトン、えー、こんなのを、えー、測るっていうのかな、どのぐらいいるかなっていうのを調べたりする、えー、ことをしています。ありがとうございます。 先ほど先生もおっしゃられたと思うんですけど、えー、音について研究で用いられているということですが、研究で用いられている音っていうのは、えー、産業面だったり、実用面ではどのように活用されているのでしょうかそうですね、まあ、音はたくさんね、こう空中でも皆さんこう聞いてるし、今、音声もこう音、音ですよね、えー、使って、えー、まあコミュニケーションを図っています。 ええとですね。ま、あいろんな使い方があります。あの、ま、あ海の中では、そういうソナーとか魚群探知機といって、海の中を見たり、ま、あ海の深さを測ったりするような使い方もしますし、えー、空中でも、あの、スーパーなんかで、えー、野菜なんか売ってるところに、こう、霧状のものが、こう、わーっとかかって、あんなのも超音波を使ったりですね。それから、 あの、メガネをしてる人は、メガネやん行くとよく、あ、メガネ洗いますかって聞かれますよね。で、その後のえメガネのこう洗浄機っていうのも、え、音波が使われてます。それから必ず皆さん一度は、一度は知らずに体験してますけども、えー、赤ちゃんの時に、えー、こう、 あの、お母さんのお腹の中にいて、あの、成長がどうですかって言って、こう音響カメラをこう当てられるんですね。エコって言いますけども、あんなのも超音波を使って、まあ、お腹の中を見て、まあ、皆さん元気かなっていうのを見られてます。密かにですね。まあ、そんな、まあ、非常に多岐にわたる音っていうのは使われてます。ありがとうございます。先生が音や音響測位を利用して海洋生物をターゲットとする研究を されている中で、えー、研究で最も難しい点だったりとか、苦労している点っていうのは、ございますかそうですね、やっぱり海の中っていうのは、まああの、目で見ても大した遠くまで見れないですよね、それから今言ったように、電波でもあまり届かないし、まあ、音を使って見るんですけども、それが本当にそうなのかっていうところがなかなかわからない。 でまあ、魚の行動を調べたりもしますけども、まあ、本当は、ね、カメラとか使ってね、見えてて、そこで音でそういう情報を得たときに、ああ、合ってるな、外れてるなっていうのが分かればいいんですけど、それから魚の数を数えるにしても、えー、今、ここの魚群の中に魚が何匹いるぞっていうのが、答えがすぐ分かれば、えー、非常にいいんですけども、そこがなかなか結果が、なんちゃかな、答えがない、難しい、えー。すぐに得られないっていうところが、えー ちょっと大変かなと思いますね。天気予報なんかはね、まあ、すぐ天気予報して、すぐその日のうちに結果が出るんですけども、えー、魚なんかはまあ資源がどういう状態ですかといって、音で測ったりもするんですけども、それがなんか、それがちゃんと当たってるのかどうかっていうのがなかなかわからないっていうのは難しいところですね。ありがとうございます。えー、っと、先日9月末の方に函館の方で、えー 先生の研究室の方、学生さん方が行われている水中ドローン研究会の方々にインタビューをさせていただいたのですが、えー、先生の方では水中ドローンの活用については、どのような展望ま、または現状をお持ちでしょうか。そうですね、まあ今言ったように、やっぱり見え直接見えないっていうところが非常にえー ね、ネックになってるところで音で使って水の中を見るんだけどもまあうまくいけばそドローンなんかを使ってですねその現場を抑えれればっていう現場を見れればですね海底がどういう状況になってるんだろうとか、えー、まあ魚だとなかなか逃げちゃうんで見れないんですけども、まあ、どんなプランクトンがいるかなっていうところが、まあ、実際見えて。 そこで超音波を当てて帰ってきたその信号によってこれはどのぐらいの大きさとかどのぐらいの種類っていうのが分かればいいかなというところでちょっと水中ドローンについては今やってるところですね。それからあの空中ドローンもやってるんですけども、えっと、そちらの方は、えーまあ、海の中っていろんな魚がいますけど表層の方比較的表層こう泳いでる魚ね例えばイワシとかサンマ。 こういうのもやっぱり音を使って量を調べようとしてるんですけども、そういう時にこう空からを見て、そういう魚,魚群がこう見えれば、土地の方向にいて、あどのぐらいの魚群かっていうのが分かると、さっき言ったような音響で調べた答え合わせができるのかなということで、ちょっと今、ドローンをいろいろ使い始めてます。 過去10年、例えば10年前に比べて、今のその音響測位で用いられる、まあ、魚群探知機だったりとかの精度っていうのは、どれぐらい向上してきたんでしょうかなんか、厳しいですね <laughs>。魚群探知機って、まあ魚の、魚の大きさを測ったり、魚群が見つけたら、それが何トンぐらいの何という魚かなっていうのを、まあ、測る機械ですよね。で、これ、まあ、昔から、まあ、そうですね、使われてきて、 えー、もともとは魚を測る機会じゃなくて、えー、氷山を探すところから研究が始まってるんですよ。あのタイタニックが沈んでね。でこう、こ、ま、こあかなりの、えー、じ時間が経ってどんどん熟成してきたんですけども、えー、今一番ネックになってるのは魚種がわからない。海に、海で魚分探知機を動かしてその反応が得られるんだけど、この魚は何この魚は何っていうのはこれはイワシでこれがスケトウダラでこれがサンマっていうのがわかんないんですね。 だそこをなんとかしようとして、今、えー、そうですねここ、ここ10年ぐらい前ぐらいから、えー、抗体域システムという、抗体域音響というその方法を使って、まあ、いろんな周波数ですね。今までは一つの周波数で音がどのぐらい跳ね返ってきたかっていうのを調べてたんですけど、今いろんな周波数をこう連続的に出してやって、まあ、イルカなんかが使っていることなんですけど、そういう音を使って魚種の判別ができないかというところに今、 えー、フェーズがいってます。で、ある程度、その、まあ、この時期、この海域だったら、こういう魚だよねっていうのは、まあ、皆さんもう分かってるので、そういうところでは、えー、まあ、これは多分、スケトウダラ、これは、えー、アジだなっていう、当てをつければ、そこでサイズが分かったり、魚種、まあ、魚種は分かりますよね。魚群の量が分かったりする、えー、というのが、まあ、今のところの魚群探知機。で、これからはそういう魚種判別をするところに進んでるのが、まあ、今の新しい魚群探知機というような。 え、位置づけですね。その辺一生懸命やってるところですで。ちょっと今のお話で、その魚種、実際その中、魚種によって判別しやすさとか、変わってくるのかっていうのは、ちょっと。お聞きしたいなと思いました。うん、そうですね。やっぱり、うん、なんか似たような魚だったら。 細かい話ね。マサバとゴマサバが分かるかっら、それはちょっとね、分かんないよね。<laughs> やっぱ音、多分そ、究極の魚群体付きになっても、そこは分かんないのかなって。うん、やっぱある程度形が大きく違ったり、音響的にその、魚で重要なのは、ね、浮き袋って知ってるかな魚の体の中に浮き袋ってあるよね。これがあるかないかで反射の強さが大きく違うんですよ。水の中に音が伝わっていって、何かその水と異質なもの、異質であればあるほど音を跳ね返す。 当然、鉄とかね、空気だったら非常に音を跳ね返すんですよ。だけど、クラゲみたいなやつとかっていうのはあんまり、こう、水、なんか水っぽいでしょああいうのはあんまり音を跳ね返さないんですね。だそういう浮袋のある魚とない魚っていうのは、ちょっと、ちょっとこう、なんか分かりつつあるんですね。それから、大きいものとちっちゃいもの、魚とプランクトンなんかは使う周波数によって反射の強さが違うので、えー、そこはもうだいぶ分かるようになってきた。 あとは次、まあ、似たような魚で、えー、そういう、えー、い,いろんな連続的な周波数を使って区別ができないかなというところを今一生懸命。これはもう世界的な今競争をしてます。こんな感じですね。